と3番手いいポジションにつけています。今画面の後ろ入ってきました。さあアップトに対してアンセン攻めている。もうこういうコーナーも、ここも迫っていく。一番難しいところ攻めましたよね。はい、うもうこの辺得意だ得意ですからね。これもう、うわこれ笑ってんじゃないですか。さあ背後に迫っていく。デルトゥーノーズ、デルトゥーノーズです。もう反射、ああいよいよ変える、来た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 、サイドバイサイド当たっている、当たっている、当たっている、でも引けない、引けない、押し出しに行く、アプトも引けない、サイドバイサイド、まだまだアプトが前だ、どうだ、アルセンが、アルセンが前になるのか、インガーを当たっている、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 アプトが前か、入った、クロスする、クロス押して、今度は押しながら押し出しに行く、後ろ回りライナーも来た、ブレイクショ、アルセンが前、押して押している、今シーズン最大のバトル、最終コーナー、シュナイダーも来た、シュナイダーも来た、アルセン前、アルセン前、最終コーナー立ち上がった、アルセン、アプト、そしてシュナイダー、アルセン勝ちました、ファイナルアップ大逆転勝ち、すごい、2位にアプト、3位シュナイダー、ゴールした後アプトが今ぶつかってましたね、アルセンにぶつけました、チェッカーの後でしょ、チェッカーの後です、しかし何事も、何事もないように回って戻りましたね今ね。これは押し出しでアルセンの勝ち、うん、いやーアプトのファイナルラップでしたね、アプトの勝ちかもしれないです押し出しという意味では。いやすごかった、最後の半周が本当すごかったですね、もう DTM らしい、いやこれがこれが DTM ですね。力で勝ちました、最後の最後でこれ、これですよね、どちらも全く引きませんでした、もうこれだってお互いに押し合ってるんでしょう、ね、もうこうやって押してますよね、うわ押すなら俺も押すよと、これはみ出ながら前に出ます、ないよって言ってラインクロスして、なら俺も内側行っちゃうよ、押すよ俺もと、うおパーツが飛び散ってますね、はい、前に弾き出そうという加速勝負も面白かった。アルツェ寄せてく寄せてく、アルツェ左見てますよね、見てる目が合ってるかもしれない、はい、でここでもう一回チョンっていくんですよね、ですけど回らないんですね、変えましたね、うお後ろからはレイブリック山本2秒7、さらにコンマ1秒広げた、さあチャンピオンに向けてあと 4.5 キロ、最強コンビの3年前最も若く2017年チャンピオンを取った平川ニッキャシニー組、ニッキャシニーは世界の舞台フォーミュラ E に向けて残り2戦、思いを残し日本を旅立ちました。変わってやってきた去年のチャンピオン優勝請負人山下健太のまずは前半の走りで、この平川亮3年ぶり2回目のチャンピオンに向けて大きな大きなバトンを渡しました。一時期は大きな差迫ってくる、一昨年のチャンピオン山本直樹に迫られる場面もありましたが、最終ラップ危なげなくニック・キャシディとともに3人で勝ち取ったと言っていいでしょう。チャンピオンに向けての最終コーナー、完璧な走りでしたね今日は、はい、あキーパーが遅い、キーパーが遅い、スローダウンだ、キーパースローダウンだ、そんなことはあるのか、山本直樹がオーバーテイク、なんということだ、ガスケツなのか、山本直樹逆転チャンピオン。そしてジャック原田、しかし原田もサイドバイサイド、ウォルドマンも続く、さあ気が抜けない、レーススタートからこの状態、この4台の足、そしてウォルドマンも仕掛ける、ウォルドマンも仕掛けるぞ、ウォルドマンも温存していたか、原田をかわしたか、
しこのまま逃げてしまうのか。あっと原田4番手に交代だ。さあヘアピンサイドバイサイド、ヘアピンに行った。さあヘアピンの進入、イン側に取っている。ボルドマンをパスしたいんだが、ボルドマン抑える、ボルドマン抑える。原田4番手、あーこれは苦しい。その間にビアッジが、福田さん逃げちゃいますね。逃げちゃう。ビアッジ一気にスパート、このトップ争いから抜けてしまうか。そして原田の前にはまだまだボルドマンがいる。さあ1台1台ということになってくるんですが、まずこれボルドマンどこで捕まえたらいいでしょうかね。このバックストレートで捕まるしかないですね。残り少ないですよ、これ厳しい。さあそしてトップの2台も競っているんだが、原田なんとか早く早いうちにボルドマンをかわしたい。さあジャックもビアッチに仕掛ける。トップ争いはビアッチ、そしてジャックがイン側、ジャックイン側にいる。うわー、取っちゃった。オーバーラン、オーバーラン、おーあーっと、そして原田、原田です。原田勝った、一気にいった。原田一気にいきました。いける。そしてサラディンカは最終コーナーだ。もうちょっとだ。さあどうなる、4対伸ばし。原田が、原田が前だ。原田だ、原田勝った。勝ったのは原田、やったジャックが2番手。ジャック2番手、オルドマンが3番手、ビアッチ4番手、4番手。うわもう隙もあったんですけども、素晴らしい勝利。フランス、そしてオランダが見せたあの素晴らしい逆転劇。ここ、ね、はい、ここですね、足のツッコミ。ジャックがねオーバースピードでね、ビアッチに飛び込んで、もうここでビアが出てますね。そしてフロント滑らせて、はい、もうここでラインキープできなくなっちゃったんですね。でビアッチをもう押し出すように2台でオーバーラン。ビアッチここはなんとか、体勢を保ちながら、いやオーバーランしながら、フォースアウトせずにね、よくここで曲げましたね。それを後ろで冷静に4番手、切り返した時にはもうスピードが落ちてますから、この立ち上がりが遅いわけですね。でウォルドマンは来ました、アウトからいった。そのイン側、原田はイン側からもう鋭い加速で最終コーナー1番で飛び込みましたね。これはあのポジションにいた原田に分があった。いやもうダメかと思ったんですけども、隙がね、はい、しましたね。そしてその一瞬のチャンスをものにした原田、素晴らしい逆転劇で今シーズン3勝目を挙げました。 Yes, it was unbelievable. I'm a little bit lucky. I can make maybe first place. But I was unlucky. I was outside.From the two guys, and Harada was inside, so he can pass both, and I must go on the outside line. So it was a big confusion in this corner. But it was very, very great race. It was so funny that I smiled under my helmet, and it was incredible. But I tried to win, and in the last lap, I have a big slide, rear slide.And I can't shift my third gear. That's why I lose a gap. But I reduce it in the end. ラストラップちょっと離されちゃったんで、まあもう4位かなって諦めてたら、前で3台なんかぶつかってたんで、すごいラッキーでした。ジルド・フェラン、フィッティパルディ、そしてマーク・ブランデル、1台試験で止まっていました。ジルド・フェラン、さあマーク・ブランデルがフィッティパルディに襲いかかります。このワン・ツー・スリーでは3位を走行するマーク・ブランデルだけがスリックタイヤ、晴れ用のタイヤを履いています。これ本間さん、ウェットタイヤでこのスリックタイヤの車を抑えるというのはかなり苦しいでしょう。あっとフィッティパルディは抑えました、抑えました、なんとか抑えました。左にカーブを取ってストレートに入ります。バックストレート、マーク・ブランデルが迫る。ここでインを取った、インに出たマーク・ブランデル、ここでかわしました。マーク・ブランデルがフィッティパルディをかわして2位に上がりました。もう前を行くのはジルド・フェランです。ストレートに立ち上がっていきます。前を行きますジルド・フェラン、さあホワイトフラッグ、いよいよファイナルラップです。ジルド・フェランかマーク・ブランデルか、そしてその後はヒッティパルディ、さらにラウル・モゼール、グレッグ・ムーア回ってきている。先頭へ行きますジルド・フェラン。本間さん、
ジルドフェランはウェットタイヤだけにこれかなりのドライビングテクニックが必要でしょうね。そうですね、苦労してますね。完璧にもうドライセットですから、はい、さあマークブランデル仕掛ける。前回のデトロイトでは残り半周でガス欠で涙を飲んだ現在2位を走行するマークブランデル、2位を取ったがジルドフェランが抑える。ジルドフェランが抑えました。ジルドフェランが抑えている。なんとかなんとか抑えました。バックストレート残りは半周だ。インディーカーカートワールドシリーズ第9戦残りはほとんどない。さあマークブランデル仕掛ける。なんとかここもジルドフェランが抑えました。さあ最終コーナーを立ち上がる。3位にラウル・ボゾエルが3位に上がってきている。さあストレート勝負になった。サンデーがストレート並んでいる。ジルドフェランがわずかにリード。マークブランデルは下がる。マークブランデル並んだ、かわした。マークブランデルかわしてゴール。マークブランデル逆転。チェッカーフラッグを受けたのはマークブランデル。あと1コーナー立ち上がって第一試験ですよね。第一試験あそこが早いですからね。そうですか。さあ今ピットからレイニーに対してのサインが出ました。さあシュワッツがスリップストリーム入った。さあこれでいよいよ18周目に入っているわけです。18周目に入っています。本当に残りの周回数がもうありません。さあこの第一試験員ここでもまだ出られません。これシュワルツ出られないのか出ないのかどっちなんでしょう。今のは出られないようですね。出られない、この試験員のラッシュスピードが速いですからね。オーストコーナーの入り口で入れ替えるんですね。前にいるぞ。エディレイコックをかわしていく。さあイン側取れない。が前に行けない。入ってません。あそこで前に行ければというところだったんですが、さあシュワルツこのオストコーナーでもかなりこれリアスライドしてますね、かなり滑ってますね、そして今度は第二試験の手前のストレートで並んだに入っている。並んでいる並んでいる。前に出たシュワンツが前に出た。さあ第二試験の手前でトップだ。鈴鹿で勝って以来あまりいいところのなかったケビン・シュワンツ今シーズン2勝目なるのか。しかしレイニーこの後インフィールドに入る5コーナー手前がうまい。ここで前だ。レイニーがスリップが出た。そうだ、シュワンツブレーキング、ブレーキング。すごい争い、すごいバトルになっています。さあこのヘアピンはアウトからシュワンツ。シュワンツいや本当にすごいレースになりそうか。走りのシュワンツの走りはクレイジーですね。あそうですか、さあこの後2コーナー、2コーナー、7コーナー、8コーナー、そしてホームストレートに戻ってくると、さあ最終コーナー、はい、ラッシュラップ立ち上がったらゴールだ。さあもう近いぞ、近いぞ。さあチェッカー、さあラストラップこれでシュワンツ、チェッカーシュワンツ優勝。前に出なくなりましたマイケル。ということは抜く、出た、ここで出ました。マイケル・アンドリッティ前に出ました。ここで離せるのかどうか、モントーヤが追います。モントーヤはついていけるか。まだモントーヤも行く。ラストラップに間もなく入ります。あ、ホワイトフラッグだ。ホワイトフラッグでラストラップ、ファイナルラップに入った。モントーヤ行く。モントーヤが出る。モントーヤ前に出た。モントーヤが出る。さあこのままモントーヤ逃げ切れるのか。逃げ切れるか。マイケルついている。マルケスが前にいる。あっと1台絡んでるが、マイケルがいた。マイケルいた。マイケルが出ます。さあ最後のターンに入ってくる。マイケルやモントーヤも行く。並んだ並んだ。マイケルが行くか。モントーヤが出ているか。マイケル、マイケルが出ているか。並んでいる。おっと、マイケルのモントーヤ、どっちだどっちだ。並んでいる。モントーヤか。モントーヤ最後はわずかの差。モントーヤ今シーズン2勝目。マイケルとの激しい争い、わずかの差、わずかの差でモントーヤ今シーズンの2勝目です。いや激しいレースでしたね。いや最後はです ね、あのマルケスのですねドラフトについたモントーヤがその分ちょっとだけスピード上げましたよね。なるほど、うまくあの周回遅れを利用したわけですか。そうですね、これはね運ですね。タイミングとしか思いませんよ。ちょうどあのラストラップのあそこで入ってきましたね。あのちょうどコントロールラインの前ですからね。しかしそれをすかさず利用したモントーヤのすごさ。ここで今ドラフト入ってくるわけですね。スピードがハッと上がってるんですよ。あ、上がりましたよね今ね。しかもこれゴール、ちょうど彼がそのパワー欲しいところですよね。
time, guys. What will be the strategy as Peter Dempsey in the red and white car will watch? Here comes Chavez on the outside. He's going to wait. It looked like he was going to try and make it too wide, which would have put Karam in a tough position. But now he ducks back, and we'll go on to the backstretch in a second. Carlos Munoz in the 26th. Dialyser entry out in front. Took over the lead on lap 14. Has led the last 25 laps. Here we go. Side by side. Hit the three. Here's the move for Karam. So here's Sage Karam. Now Chavez going to make it three wide to the outside, guys. Woo. This is tight. Oh, baby. This is what people look through for. Through three. Oh, Karam and Munoz nearly touch. On the outside of four, remaining three wide. Gabby Chavez, we're going to have a three wide shootout at the line. It's a drag race. At who's the got end the momentum? Here comes Dempsey. Dempsey's going to go four wide. It's going to be. Dempsey won it. Oh, Dempsey won it. That was a four wide finish in Indy Lights. Unbelievable. That is the craziest finish in history. That's got to be the best finish ever at IMS. Four wide at the Indianapolis Motor Speedway, and it's Peter Dempsey, the Irishman, who gets his first Firestone Indy Lights win by going to the outside four wide and winning it by, oh my gosh. Unreal. Oh, let's watch it again. That's incredible. Got to be the greatest finish in the history of this speedway as Dempsey. Oh, maybe by 4 inches. That looks staged. Oh, Mike. Look how staged that picture looks. That's an actual race run to the finish. Oh, my word. 26 thousandths of a second, the difference at the line as it is Dempsey who wins it. Chavez winds up second. Karam third, and Munoz, who was the lead, 26 ten thousandths. And people could not hear the reaction. 26 ten thousandths. Unbelievable. .0026 as, guys, it will not get better than that. How could you make it better? It will not get better than that. Wait, Peter Dempsey, we've talked about this kid maturing. What an unbelievable drive now by Peter Dempsey. And I'll tell you what, the guy deserves it. Unbelievable. Look at Munoz here. Mazda Road Indy, camera here. Watch this finish. Dempsey running fourth at this point. Doesn't look like he's got a prayer. Now this is going into one. This is the final lap. Otherwise, but Dempsey is look at him, 10 car lengths back. And what did we talk about? We talked about the thinking game. That's what these guys could have passed at any point, but they didn't need to. They were thinking about the finish. And here he is. Here we are through turn number two. This is the final lap of the Freedom 100. And here's where Karam makes the move to the outside and where the fun begins, guys. And look, he had such a run, but look at Chavez. He has a run as well. Sneaks in that third group, and he stayed with it, boy. Okay, now at this point, I'm thinking, guys, be careful. Guys, be careful. And it looked like Karam and Munoz may have made light contact. Right off. They came oh so close. And then here's the run down the front straight. Where did Dempsey come from? All the way on the outside. Dempsey timed it perfect. He couldn't have done it better. その差はアドバンテージはまだかなりあります。1秒9、2秒近い差があります。さあトーマス・シェクターはこのまま行くのか。シボレーエンジンは燃費が一番厳しいと言われていました。ここまでそのトーマス・シェクターは行くんでしょうか。残りが3周になります。残り3周、まだピットクルーは用意をしない。残り3周、このまま走っていくのか。はい、トニー・カラーもですよ、ウェルドンも、ピットの用意はしていませんね。していない。いや、トニーはピエール・フォースだけ一応持って立ってますが、分かりません。持って立っているが、トニーは入る。トニー・カラーがピットに戻る。トニー・カラーピットに戻る。ーペースが遅くないですか。ペースが遅いですよ。遅いですね。ペースが上がらない。ペースが上がらない。ガスケツ。トーマス・シェクターガスケツ。ギャンブル失敗。先頭ダウンウェルドン。やはりシボレエンジンの燃費は厳しかった。さあこうなってくるとダウンウェルドンも心配ですよね。残りが2周。さあダウンウェルドンが持つのか。ウェルドンは用意していません。用意していない。もうここで入ることができない。さあどうか。ダウンウェルドンの燃費は持つのか。ダウンウェルドンの燃費は持つのか。もう絞ってますね。絞ってこのままどうにか持たせるという作戦ですね。さあファ
イナルラップですか。いや、あと1周です。あと1周ですか。はい、はい、おっとイエローフラッグ、イエローフラッグ、どうしたんですか。あ、第2コーナーと、あー、ペンスキーだ。おっとペンスキーの1台がマシン大破しています。さあ、これでダウンウェルドンはゆっくり戻ってこられるのかどうか。さあ、これでチェッカーですね。です、さあ、チェッカーフラッグ。しかしまだ燃費は若干心配ですが、いや、もうこれ大丈夫ですよ。あとは惰性で戻れます。勝ったのはダウンウェルドン、モテギ2連覇になりました。最後の最後でトーマス・シェクターガスケツ、勝ったのはダウンウェルドン、モテギ連覇、今シーズンなんと3勝目に。